冬至。冬の寒さもようやく和らぎ、穏やかな春の兆しが見られるようになりました。本日は私たちのためにこのような盛大な式を挙行してくださり、誠にありがとうございます。またご多忙の中ご出席いただきましたご来賓保護者の皆様には、卒業生一同厚くお礼申し上げます。さて、新しい制服に身を包み、期待と不安の中、本校の門をくぐった日から早いもので3年の月日が流れました。仲間と過ごした何気ない日々が、今となってはかけがえのない時間に感じられます。一つ学年が上がるたびに、それぞれが成長を感じることができ、共に歩む仲間との信頼も深まりました。しかし、そんな中、私たちは幾度となく壁にぶつかってきました。特に最後の教育発表会では、最高学年として後輩を引っ張っていく中で、自分たちは力不足なのではないかとたくさん悩みました。そんな時、いつも言葉をかけてくださったのは先生方でした。今日こうして私たち7名胸を張って卒業式を迎えられるのは、理事長先生をはじめとする先生方のお力添えがあったからこそなのだと思います。本当にありがとうございました。在校生の皆さん、私たちの姿はあなたたちの目にどのように映っていたでしょうか。私たちから言えることは、あなたたちが後輩でよかった、本当に楽しかったということです。来年度から一つ先輩になる皆さんですが、須田学園の伝統を引き継ぎ、それぞれの目標に向かって頑張ってください。時の流れはあっという間です。高校生という貴重な時間を悔いのないものにしてください。3年生のみんな、校門で一礼し校舎へ向かうことも、一緒に教室でおしゃべりすることも、この制服に袖を通すことも、すべて今日で最後です。お互いの名前もわからなかった3年前のあの日から今日まで、たくさんの思い出をありがとう。思えばこのブレザーの制服も、私たちが最後の代となってしまいました。この先、ここにいる7名全員が別の道を歩むことになります。進んだ道の先でも、本校で学んだ力を発揮し、自分らしく頑張ってまいりますので、これからも変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。結びになりましたが、今日まで私たちを支えてくださった皆様に改めてお礼を申し上げるとともに、久田学園加世保女子高等学校の今後ますますの発展を記念し、冬至といたします。平成31年2月22日、卒業生代表